ステップ矯正のボブのスタイルをやっていきます。ビシスモ、結構細いです、髪の毛が。でこのような髪の毛、一番気をつけないとダメなのは大人の毛ではなく赤ちゃんの毛と子供の毛を気をつけないとダメです。まだ太さが足りませんのでかなりビビります。そうするとどうなるかというと、表面からビビった毛が出てストレートにしてもツヤがない感じに仕上がります。ここを気にしないで強い薬剤を塗布してしまう美容師さんが非常に多いので気をつけてください。同じようにやれば同じ結果が出せます。